兄ちゃん、なんでここ分かったの？ばばに住所聞いた。ちょっとお金大丈夫？俺あんま持ってないよ。今日俺の出所祝いで店のおごりだよな。俺の弟ボコボコにしたらしいじゃん。どうするって聞いてんだよ。イエーイとかやめてくれるかな。恥ずかしいんだけど。会社でお姉ちゃんになって社長って呼んでくれる？なんか見えすぎじゃない？葬式みたいな格好してる人に言われたくないんだけど。好きな女性のタイプとか何かあります？見た目とかって重要ですよね。どっちかというとフィーリングとかのが大事かなと思いますね。絶対儲かる話なんだけど。思いつきで戦うなんてバカなだけじゃん。何も考えてない分楽に生きてそうで羨ましい。兄貴も何も考えてないことはないと思うよ。考えてんのかな。考えてるよ。それに楽に生きてなんてないよ。そんなに俺が落ちてくるのが嬉しいか。自分が勝手に堕落してるだけじゃん。顔だけしか取り柄がない空っぽのくせに。いくらブスだからって嫉妬するのもいい加減にしてくれ。嫉妬なんかしてない。嘘つかないでよ。消えてくれよ。頼むから、もう消えてくれよ。夜の中でそんなこと言わないの、家族なんだから。お前さ、子供の頃俺のこと好きだったんだよ。困ったことがあったら何でも言えよ、兄弟なんだから。兄ちゃん、おめえしかいねえんだよ。おめえなんだよ作ったのは。兄ちゃん変わらないよ。変われないんだよ。